激しく壊れた運転席。午前7時半過ぎ、道東の目室町で乗用車がガードロープの支柱に衝突しました。路面は凍結、車はスリップしたのか進行方向と反対を向いていました。この事故で乗用車を運転していた帯広市の自衛官佐々木明さんが死亡しました。今日の目室町は最低気温がマイナス 14.6 度と今季一番の寒さでした。厳しい冷え込みとなった道内。旭川市江丹別ではこの冬道内最低となるマイナス 17.8 度を記録。道南の大沼、朝一番の遊覧船がまだ薄い氷を割りながら進みます。まさしく自然の美しさっていう感じ。地面は振動あるし、まあ、壊れていく姿が私に収まればまあいいかな。道路脇には私の背丈を超えるほどの雪が積まれています。除雪がされていないところはこの雪の深さです。道北の幌加内町朱鞠内では寒さに加え大雪、積雪は平年より26センチ多い97センチに達していて、週末にも1メートルになる見込みです。町民は朝から雪かきに追われていました。もう冬はこれが仕事でしょう。適当に降ってるんだらね、はい、雪跳ねも楽しみなの、はい、だけどドカッと来られたら苦しみだね。週末は各地で雪が降り、月曜日9日の朝は今朝の冷え込みを更新する厳しい寒さとなりそうです。